ルドルフ・シェンカー、ルドルフ・シェンカー、1948年8月31日帯は、ドイツの HR、HM バンドスコーピオンズのギタリスト、ソングライター。弟は、マイケル・シェンカー。妹は、ドイツのヘビーメタルバンド、ビーバのキーボーティスト、バーバラ・シェンカー。弟、マイケル・シェンカー2015年ギブソン社のギター。 フライング V を弟のマイケルと共に使用していることは有名。スコーピオンズの DVD アルバムアコースティカではディーン V のアコースティックモデルも使用している。身長1 8 4トル。バンド内ではほとんどの楽曲を作曲しており、マイケルやウリジョン・ロート、マティアス・ヤプスなど歴代のリードギタリストに対して主にリズムギターを担当している。 なお、これについては売りに、即引きの練習をしているのを目撃され、ルドルフは頑張りすぎないように、リードギタリストではなく、リズムギタリストになった方がいいと言われたのが、きっかけであったという。過去に、ロシア人女性と結婚し一人の娘を授かるが、2003年に、離婚。2002年、スコーピオンズのコンサートにて35歳年下の、タチアナ・スクボルツォバと再婚し、 現在二人の孫がいる。18歳の頃からヨガや瞑想を行っており、最も好きな宗教は仏教。インタビューでは、俺は生まれた時から神様に関心があったんだ。哲学や信仰的なものにも関わってきた。人々は自分自身を見つけるためにもっと瞑想すべきだ。瞑想を重ねると人はよりバランスの取れた状態になるよと語った。 最も尊敬するギタリストは、ジミー・ページであり、スコーピオンズの、スティル・ラビング・ユー・アレッド・ェッペリンの、天国への階段に影響を受け作曲された。他に、好きなバンドとして、ザ・フー、ラムシュタイン、ザ・ローリング・ストーンズ、エアロ・スミスを挙げている。ドイツのヒルデスハイム生まれ。5歳の頃、初めて、アコースティックギターを手に入れ、それ以降はギターに夢中になり、 手放そうとしなかった。また10代の頃はラジオで聞いたリトル・リッチャード、チャック・ベリー、エルビス・プレスリーなどに魅了されていたが、その頃はまだバンド活動よりもサッカーチームに入り、活躍したいと思っていた。しかしそんな時、ザ・ビートルズやザ・ローリング・ストーンズが登場し、激しく心をつかまれる。この衝撃により、ロックスターになるという夢を考え始める。 ルドルフは家族にミュージシャンになりたいと意思を伝えるが、母のちゃんとした職業を身につけてから好きなことをしなさいという言葉から充電技術者の見習いになる。この経験が後のバンド活動にもつながり、壊れたスピーカーなどを自分で修理することができるようになった。充電技術者の仕事を終えた後、父にファンがいるものは何でもやれ、そうすれば、 金は勝手についてくると言われたのをきっかけに音楽活動を開始する。なお、当時はバンド活動に加え、もう一つの趣味であったサッカーも両立していたが、中足骨を骨折したことが原因でサッカーは引退。以降は音楽一本の道を歩むことになる。16歳の頃、最初のバンドであるネームレスを結成。オーディションで、 アタックオブザ・スコーピオンズというアルバムを聴いたルドルフはバンド名をスコーピオンズに改名することを決めた。なお、ルドルフは当初ボーカリストとしてバンドに参加していたがギターを弾きながら歌を歌うのが難しいことに気がつき弟のマイケルをメインギタリストクラウス・マイネをボーカリストに引き入れ1971年にデビュー。ありがとうございます。